試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。ご主人様と一緒に楽しい。ご主人様と一緒に。怪我をされた方はいらっしゃい。本の中の物語、説明や解説が必要。イズナ参上です。先生の、いえ、主殿のお呼びを。ゲヘナ学園給食部のジュリと。ようやく海に到着です。さ、小さいからって舐めないで。全ての出会いは必然。これからどうぞよろしくお願いします、先生。ごきげんよう。あ、自警団任務の延長ですね。怪我をされた方はいらっしゃいます。本の中の物語のよう。怪我をされた方はいらっしゃいますか。ゲヘナ学園給食部の自警団任務の延長ですね。アビドス対策委員会2年生。自警団任務の延長ですね。少女を美しくするのは化粧ではなく熱情さ。小さいからって舐めないで。自警団任務の延長ですね。ゲヘナ学園救助。本の中の物語。試練が怖いとき、美食研究会のあかりです。試練が怖いとき、これからすっごく面白いもの。ごきげんよう。あ、私を呼んだのは先生か。チェリの会長からの指示書は持っているな。すべての出会いは必然。これからどうぞよろしくお願いします、先生。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。私が来ても。少女を美しくするのは。ご主人様と一緒に楽しい。最高のご奉仕をお約束し。自警団任務の延長ですね。本の中の物語のよ。白衣の天使があなたを。イズナ参上です。先生の、いえ、ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。
別に協力するつもりはないんだけど。ん？食べ物くれるの？どんなの？どんなやつ？本の中の物語のように私たちの物語が始まります。ゲヘナ学園給食部試練が怖いとき、怪我をされた方はいらっしゃいますか？私がすぐに駆けつけますよ。私が来てもよかったんでしょうか？邪魔だと思いましたら、いつでもおっしゃってください。ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。怪我をされた方はいらっしゃいますか？私がすぐに駆けつけますよ。ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。ご主人様と一緒に楽しみ。ミレニアム学園ごきげんよう先生。修行部のミモリです。自警団任務の延長ですね。トリニティの安全のためならいくらでも協力します。ミレニアム学園。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。
小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。説明や解説が必要なら私に任せてください。正義実現委員会1年生真白、お呼びがかかりましたのでこちらに。未熟者ですが、いついかなる時もベストを尽くします。せっかくなんだし、のんびり行こうよ。